こちら一見、普通のバスなんですが、運転手の手元を見ると、ハンドルから手を離しています。今日から4日間、園内を移動するバスと同じ大きさのバスを使った自動運転の実証実験が行われています。ジブリパークの開園以降、園には多くの人が訪れていて、大村知事は自動運転バスと歩行者の安全を確認し、実用化を目指したいとしています。